マーキュリー・アトラス5号は、アメリカ合衆国のマーキュリー計画における無人の宇宙飛行である。1961年11月29日に、チンパンジーのイーノスを乗せて発射された。宇宙船は地球を2周し、バミューダ諸島の南方約 320km に着水した。 ソビエト連邦は1961年11月までにボストーク1号と2号の有人飛行でユーリガガーリンとゲルマンチトフを軌道上に送っていた。一方、アメリカ合衆国は過労死で弾道飛行だけを行っている状態だった。当時 NASA はマーキュリーアトラス計画の一環としてチンパンジーを軌道上に送ることについてずっと議論しており NASA 本部は ジョンソン宇宙センターが主張するもう一機の無人のマーキュリー宇宙船を打ち上げるという案に疑問を呈していた。NASA 広報室は飛行前の報道発表でマーキュリー計画の担当者らは人間の飛行士を危険にさらす前にチンパンジーに軌道飛行をさせることはマーキュリー計画全体にとって必要な予備検査であると主張しているとの声明を発した。座席に収められ、 宇宙船に投入される準備をするイーノス。この飛行には、マーキュリー宇宙船9号とアトラスロケット9 3 d 号が使用された。宇宙船は1961年2月24日に、ケープカナベラルに到着したが、飛行前準備には40周を要し、これは、マーキュリー計画の中で最長のものであった。9号の飛行目的は何度も変わり、 当初は軽機による弾道飛行が設定され、次にチンパンジーを乗せての弾道飛行、さらに軌道を参集する軽機飛行となり、最終的にイーノスを乗せての周回飛行となった。同年9月の MA-4 の成功により、アトラスロケットの信頼性は高まった。11月にはサルを乗せたアトラス E が発射に失敗していたが、 NASA 交換はこれは、マーキュリー計画で使用されるアトラス D とは違う形式のロケットであり、この事故は何の関連性もないと保証した。MA-4 は順調に機能したが、発射から20秒までの間の高いレベルの振動には依然として懸念があった。そのため MA-5 の自動操縦装置は、この問題を修正すべく若干の変更が加えられていた。 アトラス Q3D の車上安全管理システムは指示エンジンに手動による停止指令を送れるよう修正された。これはもしエンジンの過加速が発生した時、宇宙船が予定よりも高い軌道に打ち上げられてしまうことを防止するためのものであった。遠隔装置はそれ以前に使用されていた真空管を基本にした大きくてかさばるものからすべてが半導体化されたより、 コンパクトなものに変更された。アトラス Q3D にもまた、発射前のジャイロスコープモーターの適切な作動を保証するため新たにセンサーが装備された。3バイトと 17E という2回のアトラスミサイルの発射試験は、ジャイロのモーターが正確に作動しなかったことが原因で、失敗していた。MA-5 は、来たるべき、有人軌道飛行である。 MA-6 の近似値を取るように計画されていた。ケープカナベラルの空軍基地14番発射台から72.51度北東に向けて発射され、軌道投入はケープカナベラルから7 7 0トル高度1 6 0トル速度は毎秒7 8 3 2ルとなる予定だった。また逆噴射は発射から四時間十二分十六秒後に行われ、 宇宙船は逆噴射から21分49秒後に着水、大気検査突入の際の温度は、耐熱板の部分で1、摂氏650度、アンテナ格納部分で1、摂氏090度、全部の円筒形の部分で摂氏582度、機体の円錐形の部分で摂氏682度となっていた。さらに使用済みのアトラスの支持エンジンは、軌道を吸収した後、 大気圏に再突入すると予想された。MA-4 では当初は宇宙船9号が使用される予定だったが、代わりに発射に失敗した MA-3 で使用された8号が回収して使用された。9号は大きな区形の窓を持ち、爆発ボルトでハッチを吹き飛ばすことのできる M2 と呼ばれる形式の二番機であり、一方で旧式の MI は小さい丸型の窓と、 頑丈なハッチのロック機構を持つものであった。ガスグリソムが登場した MR-4 の飛行では、すでにマーク2が使用されていた。だが大型の窓が大気検査突入の際の、さらなる高温に耐えられるかどうかを保証するためには、適切な軌道飛行をして検証することが求められていた。1961年10月29日、3匹の チンパンジーと12名の医療専門家が発射準備のためケープカナベラルの専門区画に移動した。MA-5 の飛行に選抜されたチンパンジーに与えられたイーノスという名前はヘブライ語で人間を意味する。イーノスの予備として選ばれたのはトゥイン、ジム、ロッキー、そしてマーキュリー・レッドストーン2号で飛行したことのあるハムの4匹だった。イーノスは アフリカのカメルーン出身で、元はチンパンジー81番と呼ばれ、1960年4月3日に空軍が購入した。飛行当時は約5歳で、体重は40ポンドよりもわずかに下だった。1961年11月29日、発射の約5時間前、イーノスと宇宙福祉用の座席が宇宙船に挿入された。秒読みは、 様々な理由で一時停止され、2時間38分かかった。発射は15時8分アトックに行われ、アトラスは MA-5 宇宙船を高度159から 237km の軌道に打ち上げた。改良された自動操縦装置は問題なく作動し、振動を許容できるレベルにまで抑え、ロケットの挙動は全体的に何の異常もなく良好なものであった。 機体の反転と減衰比の操作で搭載された2 7 9キログラムの姿勢制御用燃料のうち2 7キログラムを消費したが、これは MA-4 が同じ操作で使用した量よりは少ないものであった。MA-5 は機体が軌道に対し34度の角度を取るように姿勢制御用ロケットを噴射するよう設定されていた。最初に地球を一周する間に、 正しい姿勢を保つために推進機が使用した燃料はわずか 0.68kg だった。最初の一周が終わるとき宇宙船の時計が18秒進みすぎていることが分かったためケープカナベラルを通過する際に時計を正しく合わせるための指令が送られたが管制室はそれ以外は宇宙船のすべての機能が順調であるという情報を受信した。その後二周回目の初めに 大西洋上の追跡船を通過した際、逆変換装置の温度が上昇していることを示す情報が送られてきた。また、カナリア諸島の追跡所も環境制御装置の故障を確認した。温度の異常な上昇は初期の飛行でも発生したことがあり、そのような場合、原因は逆変換装置が作動し続けているか、あるいは待機モードに切り替えられていることだったが、管制センターでは、 何の警報も発せられなかった。オーストラリアの無知アに設置されていた追跡センターで検知した時には推進機が作動し宇宙船が軌道を逸脱したことが検知されたが他のデータは機体が34度の姿勢を保持していることを示していた。さらにオーストラリアのウーメラ追跡基地を通過した際には 姿勢制御の問題は検知されなかったため、最初の警報は無視された。MA-5 が関東島の追跡基地に到達した時、管制室は宇宙船の姿勢制御装置が故障していることに気づいた。燃料供給ラインの中にあった金属片が機体を時計回りに回転させる姿勢制御ロケットのうちの一機に不具合を発生させていたのである。これにより、 船体の姿勢がブレ始めたが、自動姿勢安定制御装置が作動して正しい状態に戻した。この装置は、宇宙船が正常な34度の角度からずれると、自動的に元に戻すように設定されており、逆噴射の前までにこのずれと修正の過程が9回、繰り返された。また逆噴射が行われた後、大気の影響で0 0 5ムの加速度を、 受けたという信号が送られてくるまでの間にも、もう一度同じ操作が行われた。軌道2周目の間に、残りの正常な推進装置が、宇宙船を適切な姿勢に保つために 4.3kg の燃料を消費した。1周目全体で使用された量はわずか 0.68kg だったが、2周目では1回の姿勢制御の操作につき 0.45kg が、費やされた。 軌道2周目の間に姿勢制御のトラブルに加え環境制御システムが問題を起こし始めた。宇宙副仕様の座席の温度が摂氏18度から摂氏30度に急激に上昇したのである。原因は熱交換器が凍ってしまったからではないかと思われた。座席の温度の上昇により、イーノスの体温がそれまでの摂氏37度から摂氏38度にまで達してしまい、 医療班が体調を心配し始めたが、最終的に体温は摂氏38.1度で安定した。これは環境制御システムが再び機能し始めたことを示していた。冷却システムは正常に戻ったように見えたが、姿勢制御の問題は継続していた。軌道2周目で宇宙船がハワイに接近した時、医療班はイーノスに3周目を行わせたいとの意思を、 示したが、技術班は故障したエンジンが燃料を大量に消費していることを懸念していたため、姿勢制御用のガスを使い切ってしまう前に飛行を中止することを進言した。飛行司令官のクリストファー・クラフトは、必要であれば宇宙船を太平洋に着水させるため、逆噴射の準備を始めるように、ハワイの管制所に伝えた。また、カリフォルニア州のポイントアルゲロ基地に対しても、 MA-5 がその上空を通過したら逆噴射開始の準備をするように告げた。彼はカリフォルニア州近辺の2周目の指定逆噴射ポイントまでは宇宙船が飛行を続けることを許可した。2周目の第1回収地点に降りるための大西洋上の指定逆噴射ポイントに到達する12秒前にクラフトはイーノスを地球に戻すことを決断し、 ポイントアルゲロの主任飛行管制官、アーノルド・アルドリッチが逆噴射の指令を発した。大気検査突入の前に、もう一度姿勢の逸脱があったが、それ以外の再突入と回収作業には、何の異常もなかった。予測着水点ステーション8では、駆逐艦、アセス・ストームズ、アセス・コンプトン、P5M 飛行艇が待機していた。発射から3時間13分後、 着水の9分前、飛行艇が高度1500メートルで、シュパラシュートを展開して降下する MA-5 を発見し、その情報は48キロメートル離れたところにいるストームズとコンプトンにも伝えられた。宇宙船の回収システムは、セラビーコンに問題があったが、それ以外はすべて正常に機能した。降下する間、機体は回転し続け、また着水の過程を報告していた。 着水後、ストームズが到着するまで、宇宙船は1時間15分にわたりその場所に待機していた。E ノスと MA-5 は、ストームズに引き上げられ、その甲板上で爆発ボルトに点火され、外側から引き綱を引っ張って、ハッチが解放された。ハッチを爆破したことにより、宇宙船の写真撮影用窓に、ひびが入った。 ノースカロライナ州ダーラムの生命博物館に展示されているマーキュリーアトラス5号の飛行で使用された9号宇宙船。イーノスは宇宙船と共に良好な状態で飛行を切り抜けたことが分かったが、すべての医療用電極と尿回収装置を体から引き剥がしてしまっていた。1962年11月4日、イーノスは当時は抗生物質に耐性であった。 最近性積リで死亡した。彼は死亡前の2ヶ月に渡り常時観察下に置かれていたが、ホローマン空軍基地の病理学者らは、1年前の宇宙飛行に起因があるいは関連する症状は何も発見されなかったと報告した。マーキュリー宇宙船は今や人間を軌道上に乗せるに足りる信頼性があることを実証した。ありがとうございます。